はい、どうも、ヒアレです。どうも、カイムです。今日なんですけども、はい、ジョーダンブランドが、なんかトリプルコラボみたいなのを話してるのがあるんですか？そうなんですね。過去に、9年ぐらい前なんですけど、9年前、はい、はい。発売されるんじゃないかっていう噂があったトリプルコラボなんですけど、うん、はい、もしかしたら今年か来年の頭に出るんじゃないかっていう話があるんで、はい、ちょっとそれやりたいなっていう感じなんですけど、はい。はい、でその他リーク情報がいくつかあるんですかね。そうですね。今後発売予定で気になるナイキダンクの新作であったりとか、うん、まあ、ちょっとした小ネタになるんですけど、うん、フットスケープと堺の、まあ、コラボの続報といいますか、出てきているんで、はい、それちょっとやりたいなと思ってるんですけど、はい。はい。このチャンネルでは、スニーカーファッションに関するリーク情報や、最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済んでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々 Twitter とインスタグラムやってますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になる方はフォローをよろしくお願いいたします。はい、あれですかね、皆さんね、はい、僕らのコミュニティの方にアンケートを初めてちょっと投稿してみたんですけども、ね、はい、皆さんチャレンジしていただきましたかね。僕もやりましたから。あ、そうですか。そうなんですよね。あ、まあ、結果のは、まあ、そうなのかなというような感じの結果でしたね。あ、そうです。まあ、またアンケートの方をね、チェックしたの。そうなんですよ。申し込みというか応募していただけるとね、はい、はい、結果の方見えますので、はい。じゃあ、早速なんですけども、ナイキダンクローの GS で、リフレクティブグレイですね。はい、あ、そうなんですよね。カラーの方が、ホワイトとライトボーンのカラーで、以前こんなナイキダンクロー発売されたよなっていうものが出てきてるんですけど、はいはいはい、名前がね、リフレクトってついてるんで、ちょっと何か出てきてる放射線見てもらいたいんですけど、まあ、スッシュの部分がね、光ってるんですよ。うん、スッシュこのカラーやけど、光るんですね、はい、そうなんですよね。グレーのカラーになってるんですけど、アウトソールの方がガムソールになってまして、で、シューターの部分ちょっと見てもらうと、シューレースがアウトドアのね、まあ、シューズに見られるような反転のデザインが入っている、まあ、シューレースになっているんですけど、はいはいはい、まあ、こういったものが、まあ、GS のサイズで発売されて出てきたんですけど、まあ、このカラーリングいいよと、ちょっとね、このリフレクトになっているのもいいなと思ったんで、まあ、ぜひともメンズで出してほしいなと思うんですけど、面白いナイキダンクローって大体最近 GS なんですよね、出てくるのは。はい。そうなんですよ。続いてなんですけども、同じくナイキダンクローなんですけども、ストーンコメッツ4ピート。ウィメンスですね、こちらもね。そうなんです。これに関してはね、ビリーズさんの方で発売所が出てきてたんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、はい。で、それ以外に海外のスニーカー系サイトの方で本日紹介されてたんで、ご紹介させてもらいたいんですけど、はい、まず通称の名前がついている、これヒューストンコメッツってありますよね。うん、これっていうのは WNBA って言われる、まあ、女性版の NBA ありますよね。うん、昔所属してたチームのことなんですけど、そのチームっていうのは2008年に亡くなってしまってるんですよね。あ、そうなんですね。はい、事業停止してしまったチームで、ヒューストンコメッツって言われる、まあ、女性版のね、NBA のチームがあったんですけど、はいはい、そのチームっていうのが、まあ、4ピートっていう通称の名前ついてるんですけど、うん、その WNBA の方で4連覇してるんですよね。あ、そうなんですね。で、その時のことを、まあ、叩いての一足になると思うんですけど、まあ、使われてるカラーっていうのは、ホワイトのカラーとネイビーのカラーと、一部差し色でレッドのカラーが使われてるんですけど、うん、これ当時のヒューストンコメッツの、まあ、チームのカラーなんですよ。そうなんですよ。はい、で、スッシュの部分が主になってまして、まあ、それ以外の部分っていうのは、まあ、スムースレザーであったりとか使われてるんですけど、で、面白いのはね、ちょっとかかとの付近見てもらうと、97、98、99、00ってなってるんですけど、まあ、これ2000円のことなんですけど、さっき言ってた、その4ピートの、まあ、4連覇のことをデザインに落とし込んでるんですよね。あ、その年にってことですか？あ、そうなんですよ。はいはいはい、で、それ以外に、ちょっとかかと付近見てもらうと、指でよっていう風になってると思うんですけど、はいはい、それも、まあ、4連覇のことを表せてるデザインになってるんですよ。あ、そういうことなんですね。そうなんですよね。これがね、海外のスニーカー系サイトで紹介されたんですけど、リ、うん、ーズさんの方ではもう発売のね、情報がね、あったんですよね。あ、はい、もう実際に発売されてるんですけど。あ、そうなんです、はい、一部だけ売り切れてるんですけど。うん、そうなんです、はい。はい。で、続いてなんですけども、ナイキダンクローのグレイキャンバス。これちらもウィメンズということで。そうなんです。ナイキダンクローで、うん、ラリットレンジであったり、ココナッツミルクっていうものを紹介されてもらってたんですけど、はい、それすべてウィメンズで、で、今回出てきてるこの新色のグレーのカラーが使われているモデルっていうのもウィメンズなんですよ。なるほど、はい。過去に紹介したモデルとデザインが一緒で、ナイキって書いてる下のスウッシュがちょっと浮き出てるデザインになってるんですよね。そうですね。なんかちっちゃめのスウッシュですね。あ、そうなんです。ちょっとなんかワンポイント的な感じになってるんですけど、うん、はい、で、過去に紹介させてもらったラギットオレンジとか同様、このトゥーボックスサイドパネルの部分がキャンバス素材になってるんですよ。はい、はい。まあ、それ以外の部分っていうのはデザインになってるんですけど、うん、まあ、こういった一足が、まあ、カラーでね、新しいものが出てきてまして、海外のスニーカー系さんに紹介されたんですけど、ウィメンズなんですよ。うん、はい、今日紹介するの結構ね、実はウィメンズのダンク多いんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、うん、はい。なんかこれちなみに前のモデルと同様なんですけども、はい、かかとのね、ナイキのそうなんですよね。Nだけ小文字なんですかね、はい、なってて、ちょっとだけ傾いてるんですよね。そうですね。そうなんですよ、はい、はい。
で続いてなんですけど、パリス・ゲーブルとナイキ・ダンクロのコラボ、こちらもウィーメンズなんですね。そうなんですよ。これはね、物がないんですよね。あ、なんか黒塗りなんですか。あ、そうなんですよ。今年後半にかけて発売されるんじゃないかということが出てきてたんですけど、うん、まずそのパリス・ゲーブルなんですけど、これ振り付け師なんですよね。あ、そうなんですか。まあ、有名なダンサーといいますか、リアーナであったりとか、ビヨンゼの、まあ、振り付けしてたりとかして、まあ、有名なこのパリスの方が、まあ、ナイキ・ダンクロードのコラボで何か発売するっていう情報が出てるんですけど、はい、あのカラーウェイのとこ見てみると、うん、ルミナスグリーンっていう風に書いてたりとか、あとピンクの名前が入ってて、でマルチカラーっていう風に書いてるんで、すごいド派手な一足になるんじゃないかっていう風に紹介されてました。なるほどね。はい、あ、ただまあまあないんですよね、うん、そうなんですよ。はい、あ、まあこれもウィメンズになるんですけど。なるほど。はい、はい、で続いてなんですけど、クロットとナイキダンクローのコラボでマルチカラーですね。そうなんですよね。はい、あ、ちょっとね、そこのね、今見てもらってる写真っていうのは、うん、8月頃にリリースされるんじゃないかって言われてるクロトとナイキダンクローのマルチカラーなんですけど、この話の前に実はね、クロトってこのナイキダンクローを発売した後にナイキとの提携が終わるっていう話が出てきてるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。これが、まあ、ラスト作品になるんじゃないかって言われてまして、うん、でナイキとずっとね、クロットっていうのは、うん、まあ、提携してきて、まあ、この間もね、コルクのものであったりとか、うん、まあ、少し前だと、まあ、あのね、ブルースリーであったりとかパンダであったりとか、ね、ホーンテッツのコラボをね、あの発売してるんですけど、うん、どうもね、ナイキとのもうコラボっていうのは今後ないっていうようなことが出てきてるんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。はい、でね、今後ナイキとの提携が終わったらどうなるのかなと思ってたんですけど、新たに出てきてる話っていうのがアディダスとやるらしいんですよね。あ、ほんまなんすかね。っていう話があるみたいで、はい、でアリーカーバンドサイトに言うにはアディダスのサンバを使って、まあ、クロットのあのねアイコニックなマークといいますか、はいはい、がバーってちょっとモノグラム調に入ったりするようなモデルが出るんじゃないかっていうようなことまで言ってるところもあったんですけどね。そのうちね、あのシューターにね、顔があのデザイナーとか、あー、なるほどね、出たりする。例えばサン・スミスの顔の部分がエディソン・ジャンになったりとかですね。そうね、はい、あるかもしれないですよ、わかんないですけど。あるかもしれないですけどね、はい、まあ、過去にそういったことがあったんで、うん、そうなんですよ。で話をまあナイキ・ダンクローに戻すと、はい、まあ、これが8月後にリリースされるんじゃないかって言われてるマルチカラーなんですけど、見たらね、過去に発売されたクロットとナイキのコラボのスニーカーの一部分が結構使われてるんですよ、ね、うん、あ、そうなんですか、はい、これ通称でね、ワットザって言ってるところもあったんで、うん、まあそういうことかなっていう感じなんですけど、はい、よく見ると僕が持っているエアマックスとクロットのコラボでキストオブデスってありましたよ、はいはい、トゥーボックスの部分が、うん、あの透明になってるデザインだったんですけど、はい、それ片方に使われてるんですよね。なってますよね、はい、でそれ以外にもクロットとサカイの、LD ワッフルとのコラボありましたよね、はいはい、その時のトゥーボックスで見られた半透明のような、まあ、デザインになってるものが使われてたんですけど、うん、それがもう片方に使われてるんですよ。なるほど。それ以外にもそのピストオブデスで見られたオレンジのカラーとかがところどころ使われてる、まあ、その通称で一応ワットだってついてるんで、本当過去にクロットとナイキが、まあ、あの発売したモデルが、まあ、一部使われてるデザインになってるって話なんですけどね。なるほど、まあ、これ持ってらっしゃる方のところ今日出てきたんですよ、うん、そうなんですよ。でこのマルチカラーっていうのが8月ぐらいに発売されるんじゃないかということで出てきてまして、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、これが最後になるんじゃないかって話なんですよね、うん、そうなんですよ。続いてなんですけども、エアージョーダン3のフィアーですね。あ、そうですね、はい、こちらの方が11月の25日発売予定ということなんですよね、はい、2008年に発売されたエアージョーダン3の、うん、あのフィアパックの方が、まあ、今年復刻するっていうのはやらせてもらってたんですけど、うん、実物の投稿がありました。こんな風に2023年バージョンの方が、まあ、復刻という形で発売されるんです。はい、はい、出てきてまして、うん、今見てもらってるのが2008年のモデルの、まあ、本当そのままといいますか、はあ、になってるんですよ、うん、まあ、エアジョーダン3っていうのが今年が一応35周年になるので、うん、まあ、いろんなモデルが発売されるんじゃないかって言われてる一つなんですけど、そうですね、そうなんですよ。はい、続いてなんですけど、エアージョーダン3のパロミノですね、はい、はい、こちらの方が、今年の7月の29日発売じゃないかということなんですね、はい、まあ、来月発売予定のエアージョーダン3のパロミノなんですけど、はい、ナイキの方が高写真ができまして、うん、ただね、今見てもらってるのはこれ TD とか小さいサイズの公式写真なんですよ、うん、ああ、そうなんですね、はい、この、エアージョーダン3のパロミノっていうのは、うん、フルファミリーサイズの発売なんですけど、まあ、メンズのサイズもリリースされるんですけど、それ以外の小さいサイズの公式写真ができまして、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、はい、まあ、来月発売予定なんですけど、カラー的にはまあ秋っぽいかなっていう感じですよ、ね、まあそんな感じがしますよね。そうなんですよね、はい、まあ、パロミノといえば僕らはね、うん、9月の上旬もしくは9月の16日発売予定のエアジョーダン1ハイオージのパロミノが欲しいんですけど、はい、はい、その頃は多分もしかしたらね、
まあ、来月、エアジョーダン1廃用時の値段がね、すごく大幅に変わりそうな感じなんで、そうですね。はい、9月発売予定のエアジョーダン1廃用時のパロミノも、まあ、値段が上がってんじゃないかなっていう感じですよ、ね。そんな感じがしますよね。はい。はい。で、続いてなんですけども、ナイキフルフォースローですね。はい。こちらのローが、今見てもらった3つ捨てると思うんですけど、うん、以前シカゴのカラーを落とし込んでるような、ホワイトとレッドのカラーを紹介されてもらったんですけど、はいはい、それ以外にも、ホワイトとブラックのカラーと、ホワイトとブルーのカラーのモデルも写真が出てきているんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、はいはい、まあ、これが発売近いんじゃないかということで、紹介されたんですけど、これ、このフルフォースっていうのは、エアフォース3へのオマージュになってるんですよね。なるほど。はい、まあ、80年代のバッシュへのオマージュということで、まあ、新しいね、大体出てきるモデルになるんですけど、はい、まあ、僕はこのホワイトのレッドのカラーか、うん、ホワイトブラックのカラーはちょっといいなと思ってるんですけど、僕もホワイトレッドいいなと思って。あ、そうなんですよね。はい、まあ、思いっきりね、集団の部分にバスケットボールのロゴが入ってるんですけど、あ、そうですね。まあ、思いっきりバスケットボールのロゴが集団に入ってるモデルでいうと、うん、まあね、AR ワンホーズ88のシカゴがね、来月じゃないかっていう話なんで、ちょっと気になるなっていう感じなんです。楽しみなんですけどね。はい、アンケートの方でもそれ多分出てたと思うんですけど、はい、そうなんですよ。はい。はい、続いてなんですけども、はい、ナイキガンマフォースのセール、こちらはウィメンズと。そうなんですよね。はい。まあ、最近このガンマフォースの新作が出るたびにご紹介されてもらってるんですけど、うん、まあ、使いやすそうなカラーだったんで、ちょっとさせてもらいたいんですけど、うん、ナイキの方の放射陣が出てまして、発売は近いんじゃないかということで、海外のスニーカー系サイトに紹介されてまして、うん、まあ、セールっていうね、通称名前がついてるんで、まあ、使われてるカラーっていうのはもうホワイトと、まあ、セールのカラー。まあ、シンプルな一足なんですけど、これウィメンズなんで、アウトソールがちょっとごついんですよ。あ、そうなんですよね。はい、で、このガンマフォースっていうのは、僕らが欲しい、マックアタックとエアフォースを足したようなデザインっていうふうに、以前紹介されてもらってるんですけど。そうですね。そうなんです。うん、以前、このホワイトとブラックのカラーを買おうかなと思って、一応日本の方では9800円ぐらいだと思うんですけど。はいはい。はい、まだ、ナイキドットコムも余ってるんですけど、うん、まあ、それのね、新作として、このホワイトとセールのカラーが使われてるものが出てきてるんですけど、うん、これも発売される時期にはもしかしたらしれっと値段変わってるかもしれないですよね。ああ、1万超えてんじゃないかなと思ってるんですけど、これまだ1万にしてなかったと思うんで、前のカラーの話では。そうなんですよ。はい。はい、続いてなんですけども、ナイキランテック。ウィメンズですね。はい、あ、そうなんですよね。このランテックシリーズっていうのは、過去にブラックのカラーであったりとか、発売されてて、これウィメンズのモデルなんですけど、一応ランニングするときに使うモデルと言いますか、うん、はい。なぜ紹介されてもらったかと言いますと、ちょっとこれいいなと思ったんですよね。あ、そうなん、はい、最近ね、またちょっとジムの方で、有酸素を再開しようかなと思ってまして、なんかね、まあ、気分変えたいなと思ったんで、はい、新しいランニングシリーズちょっと欲しいなと思ったんですよ。あ、そうなんですね。で、このね、ウィメンズのモデルなんですけど、このホワイトのカラーと一部グリーンのカラーが使われているのはちょっと嫌と思ったんですけど、ただね、これ数種のグリーンの部分がありますよね、うん、これ除いたとして、この前方のサイドの部分のデザインとかちょっと見てみると、なんかアシックスっぽいですよね、これね。いや、僕もちょっと思ってた。そうなんですよ。あ、一応ランニングモデルということなんで、ちょっとアウトソール見てもらうと、なんか裏ちょっとごっついなっていう感じなんですけど、はいはい、で、まあ、それ以外の部分で言うと、サイドソールの部分がちょっとややヴィンテージ加工されているような、ちょっと黄ばんでるようなデザインになっているんですけど、まあ、このカラーちょっといいなと思ったのと、まあ、ランニング修繕欲しいんですけど、一応これウィメンズモデルなんですよ。はい、過去に出たこのランテックのモデルって、こういったね、クリーンなカラーのモデルって出てきてなかったんで、ちょっといいなと思ったんですよね。はい。はい。で、続いてなんですけども、ステューシーとアワレガシーとコンバースのチャック・テイラーのコラボですか、はい、あ、そうなんですよね。こちらも本日発売で、ただ日本の発売ないんですよね、これね。これ本日発売だったんですか。あ、そうなんですよ。海外での発売になるんですけど、うん、スウェーデンのアワレガシーとステューシーとのコラボが最近ね、まあずっと続いてるんですけど、うん、今回、この、オールスターとのコラボで、3足発売ということで出てきてるんですけど、面白いのが、もともとね、きなりの、シューシーとコンバースと、うん、アワーレガシーのこのトリプルコラボの一足があるんですけど、それをね、ピグメントダイと言いますか、後染めしてるんですよね、うん。そうなんですよ。ブルーのカラーと、ライムグリーンのようなカラーと、これブラウンにも見えるんですけど、一応表記ではグレーって感じだった。ああ、そうなんですね。はい。で、まあ一応ね、後染めしてるんで、うん、製品の、まあ、個体差があるっていうふうには、海外のスニーカーゲーさんが書いてたんですけど、うん、はい、まあ、アワーレガシーとシューシーとコンバースのトリプルコラボで、まあ、こういった一足が今日発売されたんですけど、まあ、日本の方ではね、まあ、いろんな問題があってこれは発売されないんですよね。ああ、そうなんです、ね。いいなと思うんですけど、このブルーのカラーちょっといいなと思ったんで、当時ちょっとニュースの方でね、まあ、海外の値段とかちょっと見てみようかなと思ってるんですけど、うん、はい。
はい、続いてなんですけど、小ネタですか？あ、トゥーパックがね、エアジョーダン9履いてる1994年の写真なんですけど、うん、ちょっとインスタグラムの投稿があったんで、懐かしいなと思って入れさせてもらったんです、うん。懐かしいですね。あ、フィアリス、トゥーパック好きやったんですけど、9買わなかったっすよね。買ってないですか？買ってないですよね、うん。そうなんですよ。あれは買いましたけど。トゥーパックが入ってたフィラは買いましたね。買いましたね。ああ、そうなんですよ。てか、あれっすね、エアジョーダン9って、来年30周年なんですかね。ああ、そうだ。そうなんですよね。ただ、まあね、90年代に8と9と10買えなかったんで。そうですね。そうなん。まあまあ、7も買えなかったんですけど、うん、まあ、6、まあ、たまたまちょっと持ってたんですけど、うん、そうなんですよね。まあ、ちょっと2パックが入ってたんで懐かしいなと思って、ちょっと小ネタ的な感じでやってしまったんですけど。はい。はい、で、続いてなんですけども、酒井ナイキエアフットスケープですね。情報が出てきてるんですかね。そうなんです。秋冬に発売されるんじゃないかということで以前からやらせてもらってるんですけど、うん、まあ、96年のフットスケープを、まあ、ベースにしてて、それ以外にもエアマグマって言われる ACG のね、モデルを掛け合わせてる、うん、まあ、酒井とナイキの、まあ、新作になるんですけど、ああ、まあ、こういった風に、まあ、本当これとフットスケープっていう思わせるような、ブルーのカラーとブラックのカラーと、それ以外にブラウンのカラーが囲まれてるんですよ、ね、うん。これ以前紹介してるんですけど、で、このブラウンのカラーの方を、この間、酒井がパリで2024年のね、SS のショーをやった時に、着てらっしゃるね、あの、方が、これ履いてたんですよね。あ、ちなみにこの見てもらってる写真っていうのは、フランスのフェンシングの有名な選手らしいんですけど、うん、この方の足元を見ると、酒井フットスケープのブラウン履いてるんですよね。なるほど。そうなんです。まぁ、あ、ちょっといいなと思ったんで、これがさせてもらったんですけど、ただ、僕が欲しいのはブルーかブラックが欲しいんで、そうなんですよ。まあそうですね。この中だとまあ、まあブラックかな。ああ、まあ使いやすさで言うとブラックなんですよね。そうですよね。はい、ただ当時のことを思い出すと、僕は友達が買って、買わなかったんで、うん、まあブルーもちょっと思い出がある。っていう感じなんですよね。当時被るのはね、あ、避けるってやったんでね、暗黙の了解でね、もう勝ってはいけないっていうのがあったんで、ありましたね。そうなんです。まあ今やったらもう関係ないんです、そんなそうなんですよ。なんでまあこのブルーのカラーとブラックのカラーが発売されたらちょっと狙おうかなと思ってるんですけど、うん、まあゆくゆくはね、このオリジナルのフットスケープの方が、まあ来年以降に復刻したいなと思ってるんですけど、うん、多分その流れあるんじゃないかなと思ってますけどね。そうですね。はい。はい。じゃあ続いてなんですけど、ナイキ SB ダンクハイのキャンディーコーンですか？そうですね。こちらの方は10月に発売されるんじゃないかということで、以前、ハロウィンのシーズンに配られるお菓子のキャンディーコーンを使ったナイキ SB ダンクハイの発売されたのをさせてもらってたんですけど、うん、それこれなんですよね。あ、そういうことですか？はい。で、発売の時期が10月なんで、一応まあハロウィンの時期に合わせてるのかなと思うんですけど、うん、ちょっとね、ナイキ SB のもうシューターの部分のナイキって書いてる部分の I の文字が、はい、キャンディーコーンのグラフィックになってるんですよね。ああ、確かに。インソールちょっと見てもらいたいんですけど、そのキャンディーコーンの絵がバーって入ってるんですよね。はいはいはい。そうなんですよ。はい。で、それ以外にも、このね、歯が映ってると思うんですけど、うん、歯にキャンディーコーンがへばりついているようなデザインがあるんですよね。うん、はい。で、それ以外にシューターの裏見てもらうと、テキストがあるんですけど、これ、知らない人からキャンディーをもらってはいけませんっていうふうに、日本語訳なんですけど、書いてるんですよ。ああ、そうなんですね。で、それ以外ちょっと面白いなと思ったのが、うん、トゥーボックスのあたりのこのホワイトのレザー部分見てもらうと、うん、歯型がついてるんですよね、これ。歯型な。あ、らしいんですよ。なるほど。まあ、全体がね、こう、遠くから撮ってるような写真がないんで、うん、まあ、接写して撮ってるような写真しか出てきてないんですけど、うん、ちょっと俺面白い急ぐだったんで、ご紹介させてもらったのと、ちょっと全体早く見たいなっていう感じなんですけどね。そうですね。はい。続いてなんですけど、はい、ボーンレイズドとナイキ SB ダンクロのコラボなんですけど、はい、こちらが7月の21日発売予定ということで、はい、日本にも発売来るんですかね。そうなんです。それずっとやらせてもらってたんですけど、うん、実はね、このボーン&レイズドの創始者である、うん、クリスっていう方がいるんですけど。ああ、この間ね。そうなんですよ。この間ね、亡くなってしまったんですよ。そうなんですよね。ああ、今ちょっとね、海外のスニーカー系サイトの方が出てきてる情報によると、うん、まあ、本当かどうかわかんないんですけど、致命的なね、交通事故に遭ってしまって、うん、で、ちょっと亡くなったという話なんですよね。そうなんですよね。ああ、で、それを受けてね、海外の、スニーカーズの方で、これアメリカのスニーカーになるんですけど、うん、ボーン&レイズと、このナイキ SB ダンクローのコラボと、それ以外にアパレルがね、発売来てたんですよね。うん、以前に僕ら古い動画でも、7月の21日に発売が来てるので、うん、今後日本に送るんじゃないかっていう話をやってたんですけど、そうですね、今ね、消えてるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですか。そうなんか見てもらうとわかると思うんだけど、実際にもページの方はなくなってて、うん、ただ、このアメリカのスニーカーズのトップページに、このね、クリスへの追悼のね、文章があったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、海外のスニーカー系サイトが言うには、うん、今のところこれね、リスケジュールで延期になってもう一度発売が来るんじゃないかって言ってるところがあったんですよ。
なるほど。はい、これ、延期になって新たなスケジュールで発売が来るんじゃないかっていう話の前は、うん、キャンセルになるんじゃないかっていう情報は結構飛び交ってたんですけど、うん、今日海外のスニーカー系サイトを見るとリスケジュールというふうに書いてたんで、はいはい、もしかしたらあの7月21日の発売なのか、それともそれ以降に、まあ、来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。なるほど。そうなんです。で、それを受けてね、うん、海外のリーカー関のサイトが言ってたんですけど、うん、今、リユースの方ですごい値段上がってるらしいですよね。ああ、そうなんです、ね。まあ、発売も気になっちゃってって感じだからですか、ね、だと思うんですけど、うん、はい。で、今、すごい値段で取引されてるんですけど、うん、まあ、もう少し待ってれば、発売の情報であったりとか、今後が出てくるんじゃないかなと思うんで、うん、はい、はい。はい。その時、またこちらの方やりたいなと思ってるんですけど。そうですね。はい。はい、で、その他、なんか値下げ情報もあるんですか？そうですね。はい。ちょっと見てないですけど、海外のリカーカンズサイドが言ってたんですけど、これ多分スニーカーズの作品になると思うんですけど、うん、この179ドルから値段下がってるんですよね。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。これ一応日本のスニーカーズの方ではね、これエアジョーダン1汎用G のホワイトセンター売り切れてまして、うん、僕もジョーダンリザーブのリストックっていう形で発売した時に書いたんですけど、うん、海外の方ではめちゃくちゃこれ余ってるんですよね、実は。はいはいはい。そうなんですよ。これね、日本を除くアジアの方でも実は結構余ってて、うん、で、まあ氷の方でもかなり余ってるみたいなんで、今回なんかセールの対象にね、サマーセールになると思うんですけど、うん、かかってたっていう話なんですよね。そうなんですね。はい。うん、そんなジョーダンブランドと、なんか新しいコラボの話が出てきてるんですか？そうなんですよね。ちょっとね、これ見てください。海外のリーカーガードサイトがいくつか言ってたんですけど、うん、ジョーダンとシュプリームと、うん、ナイキースリーダンクローで、今後何か発売するって言われてるんですよね。ジョーダンとシュプリームとナイキースリーダンクローなんですか？そうなんですよ。はい。これってね、ちょっとこれ見てもらえないですけど、2014年くらいだったと思うんですけど、うん、一度だけジョーダンとナイキ SB とこのシュプリームのトリプルコラボで何か発売があるんじゃないかって話があったんですけど、それそのまま消えてしまってるんですよね。ああ、はいはい。はい。それがですね、このトリプルコラボの方が、シュプリームとナイキ SB ダンクハイとナイキ SB ダンクのラミルジーのコラボが、延期やるんじゃないか、もしくはキャンセルやるんじゃないかって話が出てたんですけど、それが発売された後にそのトリプルコラボが来るんじゃないかっていう情報もあるんですよね。ああ、そうなんです。なんで、まあ、もしかしたら今年の年末か来年の頭あたりに、ジョーダンとナイキ SB ダンクローとシュプリームのトリプルコラボで何か来るってあるんですけど、まだ物がないんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。エアジョーダン1で、シュプリームのコラボで、過去に、シュプリームとナイキースリーダンクローのコラボで見られたスターマークの入っているモデルが発売されるという情報があったんですけど、うん、それなくなってるんですよね。はい。で、今回、そのエアジョーダン1が使われるんじゃなくて、ベースがね、うん、ナイキースリーダンクローみたいなんですよね。は、う、い、ん。で、ジョーダンブランドとシュプリームとナイキースリーダンクローのトリプルコラボで発売があるってあるんですけど、は、う、い、ん。どういったものになるのかね、全然ね、情報がないっすよね。まずジョーダンとナイキースリーダンクローのイメージがあんまりわかんないですね。そうなんですよね。はい。はい。で、以前、ジョーダンブランドとナイキ SB のコラボで言うと、うん、ヒアレスが持ってる、うん、エイクコストのモデルありましたよね。はいはいはい。で、あったりとか、うん、あと、エアジョーダン1汎用時をベースにしてる、ニューヨークトゥーパリであったりとか、うん、LA トゥーシカゴってあったんですよ、ね。はいはい。まあ、それ以外にも、ジョーダンブランドとナイキ SB のコラボっていうのがあったんですけど、うん、まあ、ちょっと有名どころで言うと、まあ、それかなっていう感じなんですよ、ね。はい。あ、で、話を、シュプリームとジョーダンブランドの方の話に戻すと、うん、シュプリームとジョーダンブランドのコラボの話にすると、まあ、過去に発売されたこのエアジョーダン5のコラボであったりとか、うん、あとエアジョーダン14のコラボありましたよね、はい、このスタッツがついてるようなもので僕らこれ動画やりましたよね、これね、これね、僕ちょっと欲しかったんですけど、ね、あ、そうなんですね、これやったと思うんですけど、うん、まあ、こういったものは過去にあったんですけど、今回出てきてる情報っていうのはトリプルコラボなんで全部掛け合わせてるじゃないですか、まあ、ベースはナイキスミダンゴルなんみたいな、それこそがね、ちょっとなんか謎ですよね、はい、あ、そうなんですよ、ね、あ、本当にどういったものになるのかちょっと気になるんで、はい、まあ、今後ちょっと情報で次第ですね、やりたいなと思ってるんです。そうですね、はい、まだこの辺りね、はい、情報が出てきましたら動画の方でお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。フィアレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.